怪我は治ったことやし、怪我も治ったんで。そうです。あとね、そうなんです。ゆうたくん怪我治ってね、うん、あの先生すごいね、吉田森先生ね。あ、はい、森先生。施術してもらったんよね。ちょっとまあ俺もね、動画ちらっと撮っとうけん。ほんますごいね。ほんまにすごいですね。ゆかりさんとか3年間ヘルニア悩んどったんが、もう30分の千万になったね、あれの一発でね、うん、すごい、うん、まあリュウちゃんもあと拳ね、治ったよね。あとシンも走してもらったか、腰も治ったんかな、うん、ぜひともみんな、なんかね、名前が出てくる、ホーミー、ホーミー、二軒屋やね、うん、おすすめです、本当おすすめです、うん、見てください。大丈夫ですか、ね、あ、本当ですか、本当ですか、最終調整というか、仕上がりもバッチシやね。体軽い？軽いよ、軽いっすね。なんで？吉先生、吉先生がね、実はね、今日ね、来てくれたのよね。こういう感じで、はい、来てくれてます。お世話になってます。お世話になってます。今、ゆうたくんがしてもらうんやけどね、もう、やっぱありがたいですね、ほんとね。プロの方にね、本職の方に、来てもらって、試合前の最終調整、すごく軽いということでね、楽しみやね。気持ちいい、めっちゃ気持ちいいですね。はい、あの内側の、はい、そうですね、角度と曲がりやすさも変わらん。全然、はい。あと欲しいっていうのは、ここはもう骨なんでしゃあないですけど、